顔が熱い。こんばんは。顔が熱い。いかん。ポトファイ踏んづけた。電波届きますね。梅酒の生茶割りを飲んだのですが、おでこですかね。こんばんは。こんばんは。この角度、今、この状態。まあ、酔っ払いは、かなり誇張してるところあるかもしれないけど、結構今、いい感じに力が抜けてますよ。ふぅ。邪魔だな。結構酔いましたね。気持ち悪くないです。今ですね、つねって痛くない状態ですね。花野さんいらっしゃいませ。痛くない。カラオケ、いや、歌ってないですけどね。まだ今、下で歌ってるな。よし。高い。電波いいですね。今、通し、あの、えーと、なんだっけ。ちょっと、飲んだせいなのかどうかですね。小さい字がよく見えない。登り速度バッチリだ。280ぐらいある。よいしょ。出来上がってますね。ウェルダンですね。で、こんばんは。じゃあ、ちょっと待ってください。顔はもういいや。老眼がなんかこれ、酒飲むと老眼進んでない？料理うまかったですね。後から追加もいろいろあったんですよ。馬刺しも出てきたし。こんばんは。で、ですね、部屋はこんな感じ。相部屋っていうかですね、大広間に泊まろうと思ったら、一番安い、300円安い大広間に泊まろうと思ったら、ちょっと泊まれないなって言われて、なんでかっていうと、酒盛りしてるからだよ。酒盛りしてるから大広間泊まれないんだよ。だから私今この二人部屋に一人で泊まってます。で、さっきまで酒盛りで、飲んだり、喋ったりしてました。宿泊料金、この部屋確か1500円と聞いてますね。布団代別にかかるのかな。まあどうでもいいや。こんな感じです。民宿っていうか山荘で、高原、高原にある、山荘です。乗ってる乗ってる。これです。茅野高原の、信州茅野山、うー、山荘。あれ？この施設、ここか？この施設はこれじゃない、ここじゃないな。こっちじゃなくて、ご飯別です。ご飯の方が高いんです。ご飯3菜いっぱいの、馬刺しとか出てきて、あれ2500円なんですけどね。ただ周り店とかあるとかそういう話じゃないんで、ここは。嘘でした。カーテン。それまだ取っていこうと思ったのに、美味しかったです。大変美味しかったです。まだ取っとこうと思ったのにな。じゃあちょっとカーテン開けてみるか。ちょっと待ってください。カーテン開けて、これ部屋の明かり消さないと虫入ってくるんで、ちょっと待ってくださいね。うわ、ちょっと、足元危ないな、足元。お足元が大変悪い中。いかない、やっぱり。酔ってると適当なこと言ってるな。よっと。ここがですね、部屋のベランダから見えるのがこれ。ちょっと明るくしないと見づらいかな。明るさを上げて、軽さ上げて、で、コントラスト上げる。横浜。でもこれコントラスト無理やり上げると色が飛ぶな。綺麗なんですよ、ここ。すっごいんですよ、ここ。このぐらいか、このぐらいか。これで見えてますかね。見えるかな、この色。明るいですね。あと、ガソリンスタンドかなんかが明るいみたいです。写真、もういっぱいいっぱい撮りました。寒いのは今まだ酔ってるから全然寒くない。横浜。そう、この夜景ですよ。で、常連さんが泊まり来てたんですけど、この場所が知られてないのはなんか、
憤慨してました。もっと宣伝しろよって怒ってましたね。あの酒飲んで。すごいよ、ここ。うん。カラオケ。いや、あの、逃れたというか、最後あの、10時になったら一応一旦閉めて、それでみんなで片付けしました。ここあの、本当穴場ですよ。あの、もっと宣伝しろって言われたから宣伝しますけど、夕食入れても4000円で、ここはすごいですよ。で、以前稲じゃない、この天竜川沿いにずーっと下ったのが2年前かな。2年前に走った時に、あの、虹とか見えた時あるんですけど、あそこを上から見てる形ですね。そう、稲です。撮影方向は、これ稲谷っていうエリアになりますね。で、その明るいところの上の方にもですね、田んぼとか畑がずーっとあの、傾斜地に繋がってるんですけど、あ、ツイッター後でアップします。デジカメ写真の方がいいかな。本当はパノラマ化したいけどツールがないや。ん？何がいる？あ、人口が。なんかですね、オレンジ色の光がやたら密集して明るいとこあるんですけどね。ここすごいよなぁ。山田さん温泉どこだっけ？山田さん温泉は確か、あそこ。なんていう駅だったかな。あの、秘境駅で有名な駅よりももっと南ですよ。だからここよりもだいぶ南のはずです。何部屋か向こうの方でまだ酒盛りしてる。パチンコ屋、ああ、そう、いや、でもオレンジ色の光だから多分違うと思うんですよ。あ、そうか、たぎりですね。夏休みは東北の方。いかんな、ちょっと少し手がおぼつかないな。今これあの、ベランダから乗り出して撮影してるんで、手がおぼつかなくなると、PC 落とすかもしれない。これ皆さんが見てるこの映像はですね、このウェブカメラは、宿のベランダからちょっと外側に出てます。あのオレンジなんですかね。これ色見えてます今。あ、夫婦神社っていうのがあるんですかね。夫婦岩っていう名前の部屋がこの宿の中にあるんですけど、明日、いや、私、あの、冷めるのは結構早いんで、もうそろそろ、いや、でもないな。シチニクリン、サケチニクリン。GoPro、いや、GoPro ではこう、夜景はそもそも撮れないです。あれはあの、真っ暗なところはさすがに弱いですね。薄暗い時も、かなりぼやける感じがしますよ。あ、いらっしゃいませ。ふー。あ、南美濃和ですか。美濃和町の、あの、山の上です。商店ですかね。でもあれなんか、道沿いに赤、オレンジ色が並んでるんじゃなくて、なんか、工場みたいな感じに見えるな。で、たまーに遠くから電車のコトンコトンって音が聞こえるんですけど、遠すぎてよくわからない。遠すぎてどれが列車の光なんだかよくわからない。新栄蓄電機？機？あ、工場ってことか。なるほど。ふぅ。結構、なんだっけ、水曜どうでしょう、大泉さんが酔った時の、あのイメージで今、って言ってますけどね。なんかふーってやるとちょっと酔いが抜けていくような気がする。うん。あ、タイムシフト。途中一部だけありましたね。もみじこっていうとこで。もみじこも選定しろって言われましたよ。原大根。それ一番正しいやつですね。西の方、あ、そうですね。西の方です。今これ見てるのは。あ、いつまで映しとこうかな。あんまりやってると本当にピシ落としそうだ。あ、水ですね。水分いっぱいあります。今日山入り始めて、そういえば麦茶 500ml しかないやと思って、やばいと思ったんですけど、割と集落とか自販機はパラパラあります。途中2、3箇所あったかな。美濃和町民の人がいる。今コメント見たけど。ローメンは、あ、食ったことないですね。前来た時にはソースカツの食いました。稲田に走った時には。弓取り式。すげえところ。昼間見ると割と近いんですけどね。この下の夜景の見えてるところは。カッパ来て。山登りました。まあ山ってほどそんな高くないんですけど、今日スタート地点の茅野が800メートルぐらい。で、今ここいるここは、茅野高原標高1200メートルです。エアコンどうだろう。
じゃあそろそろ戻りますか。また後で夜景見るかな。時間余るだろうから。あれ窓どこだ。あ、これか。ん、ちょっとシャントンのローメン、私が前ソースカツ丼食ったのはシャントンだじゃなかったっけ。シャントンじゃなくてなんだっけ、シャなんとか、シャなんとか。ライトの、あ、次峠じゃなくてアルガ峠っていうとこです。わあ、シャトレか。そうですね。あ、案内してくれた人、あの時ですか。ありがとうございます。あ、シャランキュー。で、あれ違う、これじゃない。こっちか。あれ違う、これでもない。あれ駒ヶ岳。うん。飲もうや。いや、みんな一丸となって飲んでましたよ。一丸となって。あ、泊まりですよ。あれ？あ、広い、ま、二人部屋だったらまあまあですかね。いや、でもやっぱ十分広いか。このベッドがないエリアがこんなに広いんだから。あれ長田荘とこの、あ、そうか、あれ下のポスターか。いかん、なんか記憶が曖昧に。ん？ベルシャイン。相撲できますね。あと今相撲しても多分バレないと思う。周りもみんな騒いでるから。この時間に、私は今腹いっぱいでございます。あ、そうだ。夕食の写真も見せるか。ツイッターでも出したんですけどね。下着は、いや、一泊なんで替え持ってきただけです。3日超える場合は、3日4日かな。超える場合は、選択しないと厳しいですけどね。ダルプギック。相手がいないな。結婚したい。男なんだな、やっぱり。あ、ちなみにさっき、この写真はですね、さっき外で夜景撮っていたら、宿の玄関鍵かかってたよ。なんで、外から、玄関のガラスをカン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 って叩いたんですけど、みんなカラオケ歌ってるから聞こえないんですよ。で、たまたま表に出てきた人に向かって、死ぬほど手を振って、で、開けてもらいました。で、夜景の写真がいっぱいあって、そうそう、開けてっていう、声は通らなかったんで。あ、あとはですね、虫がここいっぱい入ってくるんですよ。山の上の光、明かりがあるとこだから。なんですけど、入ってくる虫を酔った人がですね、この、虫網で追いますという、やたらそう、テンション高い光景が見られました。そう、部屋の中で。で、これがお風呂ですね。このお風呂はですね、お風呂付きの部屋のお風呂を使いましたよ。あ、G じゃないです。あ、絆手帳見えました。顔は多分これじゃわかんないですよね。夕食写真は、夕食と、盛況ぶりですよ。食いかけだけど、これ。あ、夕日綺麗でしたね。男だけど、吹きの煮物、網竹の大根おろしがけ、里芋とか、根菜とか、こんにゃくの煮物、マカロニサラダ、わらびの、なんていうんだっけこれ。これなんだっけな。わらびのおひたしか、おひたし。あと、山菜天ぷら。なんか、シロツメックさんの親戚みたいな花の天ぷらありましたね。で、右上のこれなんだっけな。なんだっけ。あ、これも吹きか。あ、ネマガリタケってのもあるんですかね。いや、あれ、こうか。わらび。ディスプレイ。これで。まあ、宿代よりも高い食事代ですからね。小助さんいらっしゃいませ。ん？残さず、あ、もちろん、ご飯を控えたおかげで、腹いっぱいで、肩のあたりの筋が痛くなる、ちょうどぐらいで、完食しました。あれ？あとこれ、馬刺し。ん？カノン。
あ、キヤノン、キヤノンですね。そうです。最近はこのキヤノンのパワーショット S95 っていうのを使ってます。バサシも出ましたし、この、他にもですね、ブリジャイコンじゃないよ。マグロ大根も出ました。で、食べろって言われたんですけど、結構8盛りで、私はなんか一応一人分は取り分けてあったんですけど、8盛りでみんなで食べるやつもあって、生肉、この場刺しはですね、本当に美味しかったな。なんだろう、今まで食べた中で一番癖がないように感じたんですけどね。いや、うま刺し。噛み切れない。あ、あとゾウムシの写真もあるんですけど、いらないですかね。ゾウムシの写真が。さっき、この宿に着いたばかりの時に廊下にですね、可愛いゾウムシがいて、で、そのゾウムシが、しばらく経ってですね、また廊下見たら、誰かに踏まれちゃってました。死んでたよ。かわいそうに。ゾウムシはちょっと亡くなっちゃってました。後で見たら。踏まれちゃってましたね、誰かに。カメ。というわけで、生前の写真を私は撮ったことになるな。虫は、そう、日本人でも虫切らない人多すぎると思うんですよね。修学旅行。こんなとこに泊まってるっていう、その自分の状況が面白いですね。あとですね、こっちにもみじ湖まで下ってくるときにこんな集落をずっと通っていきました。今日通った道は本当良かった。ん？家に使いたいので、何を私の顔か。あ、でっかいのは、まあ、そうかもしれないですね。虫ごとき。私は虫は面白いとか可愛いとかいう感覚もあるんですけどね。綺麗ですよね。でも写真あんま撮ってないかな。今日は何枚撮ったんだろう。400枚か。まんまだな。虫、行ったことないけど。ちなみに今日の昼はこれでした。パスタランチ。虫兵器。あ、ピント合ってないな。明日はですね、明日は高遠に行って、あ、そうだ。ちょっと待ってください。茹で。あった。よいしょ。ですね、カルボナーラじゃなくて、ベーコンとニンニクの、なんて言うんだろうな、ああいうのは。割と汁気があるやつでした。ガミーン。縁結び。何すか、縁結びの焼肉って。起動中。これ今2万いくらですよ。英語版だったら。よし。ちょっと明るすぎるか。このぐらいかな。よし。ガミーン。明日の予定は。いや、日本語版ではなくて。こうかな。今いるのはここです。ここですって。あ、来た。縮尺が、これ左下が5キロって表示されるとこから、結構チューニングしたんですよ。昨日とか、おとといとか。縁結びわかんない。うん。見えますかね？ピント合ってるかな？で、この、縮尺変わって見えなくなったな。よっと。ここにいます。まあ、これだけ見てもわかんないですね。で、明日の予定は、防水です。水に入れてもいいはず、確か。縁結びラーメン。これ、やっぱオレグに比べて操作性悪いんですよね。で、明日、南西方向に下って、で、南東に、あ、いらっしゃいませ。あ、昼間は3枠だけやりました。2枠プラス、離れたところで1枠。ん？ Mac 対応。Mac 対応は、なんていうのかな。ちなみにこのデータ取り、国土地理のデータをウェブから取り込むツールは、Python っていう言語で動いてるんで、多分 Mac でも動くんじゃないですかね。うん。で、明日はここの高遠行って、高遠城市に行った後、ん？ MSP 検索どこにあるんですかね。あ、そうです。ラボで引いたのをこの中に入れてます。GPX データ。で、明日は、
秋葉街道のちょっと東側を通って、モンティパイソン。モンティパイソン。パイソンっていうのはモンティパイソンの名前が本当に元になってるらしいですよ。公園の桜見たことある？公園の桜、桜の時期じゃなかったかな、行ったのは。前行ったのは何月だったかな。高遠城址は行ったことあるんですけどね。最盛期じゃなかったです。で、今この矢印があるこの辺り。これは、県道じゃなくて、明日帰りますよ、もちろん。明日でも80キロぐらいあるんだっけ。ちゃんと走らないと。まあ、場合によっては途中どっかショートカットするかも。で、今この矢印があるところは、これ、尾根沿いのですね、ダートなんですよ。なんとか林道っていう。まあ、大体全部なんとか林道か。そこの尾根沿いを走って、ここも電波ないです。うん、茅野から高遠を通って、で、この辺りの、あまり知らなかった峠をちょっとぐるぐる回って、で、杖付き峠。iPhone は電波が通るとこしかダメです。あと、こっちの GPS はですね、GPS デバイスは、GPS ナビゲーターかな。炭酸電池2本で丸1日持ちますから、交渉は25時間。まあ、16時間ぐらい持つんじゃないですかね、実質的には。あと、これは GPS の精度が比べ物にならない。iPhone の方の GPS の精度と随分違いますよ。多分これ道のどっち側にいるかもわかるぐらいのログが取れてます。で、最終的に茅野駅に戻るんですけど、場合によっちゃ茅野じゃなくてもうちょっと東の方に寄れるかもしれないです。ああ、腹苦しい。という感じかな。で、このデータですね、今SD カード、マイクロ SD カード、こんな、あ、そうだ、見せよう。使用登録。マイナス60キロ？画面のスクロールはこいつ。のおかげで、操作性はかなり悪いです。タッチパネルに比べると、むちゃくちゃイライラしますね。だけどまあ、その周りをざっと見回すような操作をしなければ、特に支障ないですね。で、こいつ。よっと。実はこれ周りの金属のこの蓋がポロッと取れてヒヤッとしたんですけどね。これが 32GB のメディアですよ。っていうのは今時当たり前なんですけど、これですよ。この親指の爪のぐらいしかサイズのない、この中に 32GB 入ってるんですよ。私は昔 80MB の、ハードディスクを8万円で買った世代の人間なのに。で、この中に、今これ 32GB あるんですけど、そう、マイクロ SD。今これの中に、さっきのこの長野県〇〇のデータが、〇〇の国土地理院のデータが、500MB だから、こいつの夜の今64分の1しか費やしてない。あとこれ、マイクロ SD カードもう一枚持ってきてて、そっちはヤフー地図元にしたデータが入ってます。だから市街地に行ったらそっちに切り替えようかなと思ってるんですけどね。フロッピー。8インチフロッピーはブニャンブニャンしてますよね。ん ?1GB の40万。それすごいな。私は 1GB が、1GB の時も8万円ぐらいで買ってなったかな。これが2万ちょいです、今。英語版だったら。で、この画像データの地図入れる限りは、日本語版じゃなくても大丈夫ですね。日本語版だったら、本体5万ぐらいだったと思いますよ。いやあ、1メガバイトですね。私はスマートメディアとか思ってました。で、明日稲市、いや、高遠の方に行きます。稲前行ったんで、テープドライブ、電磁カセットメカとか行ったかな、X1 のやつは。まあ、高いですね。でも、この、電池の持ちようが、まあ、その分非力なんですけどね。操作性とかはちょっと犠牲になってますけど、これがその、炭酸電池2本で25時間ですよ、交渉。あ、高遠そうです。高遠はですね、まんじゅうとシュラウトしかないってある人が言ってました。今日浜松から秋葉街道、ぐねぐね曲がって、途中自転車の人と一人だけすれ違ったかな。そう、バッテリー、あ、いらっしゃいませ。県道207号線、どうだっけ？あ、すいません、ちょっと確認しないとわかんないんで、確認時間かかるので、バッテリー持つ方が重要ですね、私的には。あとで電池がいつの間にか切れてて、特にiPhone を使ってナビしてるときに、FMLE ですか。
ですね、そう、電子機器。さっき下の方で他の人にもいろいろ説明してきたんですけど、iPhone とポタファイと、あとデジカメ持ってるだけで、随分デジタル機器持ってるなって言われたんですけど、すいません、今ここ2階なんですけど、上の部屋には今2キロ分ぐらいの電子機器がありますって言ってきました。公園？FMD の設定は、映像が、352×288 で、ビットレートが映像 200kbps。音声が 56kg ぐらいだったかな？の設定です。で、それが、この、ルークス UG90 ってやつで、アトムの Z550 でなんとか動いてます。太陽光発電はちょっと全然足りないですね。消費、スマホとかだったら、スマホとかこういう iPhone とかだったら、その太陽電池でまだまだ叶えるかもしれないです。ノート PC まだ無理かな。自転車前ですねって何の話だっけ。あと今日、GoPro で丸一日録画してきましたって、午後だけか。うん。手羽よ。自転車の発電機の話も、ですね、自転車の発電機の話って過去のログ全部検索したら、どんぐらいだろう。20回か30回ぐらい出てきたって、すみません、そんなこと言わなくていいですね。発電機はやっぱノート PC には全然まだ足りないですね。隣の部屋に、いや、後でほんとちょっと挨拶しようかなと思ってるんですけどね。明日高遠に行ってからなんで、昼ぐらいにちょっと何枠か放送できるだけだと思います。今回も私